デリック・ラマー・ヘンリー・ジュニアは、アメリカ合衆国フロリダ州、ユーリー出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、ランニングバック。NFL のテネシー・タイタンズに所属。フロリダ州ユーリーで生まれ育つ。ユーリー高校時代、通算、ラッシングヤードで12,124ヤードを記録し、ハイスクールフットボールの新記録を樹立した。アラバマ大学進学後。 カレッジフットボールのアラバーマクリムゾン態度でプレーをした。3年時の2015年、ハーシェル・ウォーカーが持っていたシーズン・ラッシング・ヤード記録を更新する2219ヤードを記録し、2015年のハイズマン賞、ドーク・ウォーカー賞、マクスウェル賞、ウォルター・キャンプ賞を獲得した。2016年の NFL ドラフトで2巡目でテネシー・タイタンズに指名され入団。 2018年12月6日、ジャクソンビルジャガーズ戦にて NFL 大記録となる99ヤードタッチダウンを記録する。2019年は、ラッシングヤードとラッシングタッチダウン数でリーグ1位の成績となった。シーズン後、4年5000万ドルで契約に合意した。2020年、再びラッシングヤードとタッチダウンでリーグ1位となり、 また NFL 史上8人目となるシーズン2000ヤード超えを果たした。この年 AP 通信最優秀攻撃選手を得たレギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。